上がってんの下がってんのみんなはっきり言っとけ上がってやる。顔切れとるやん。パパキン、どうも、ネカです。じゃあなんかさ、最近さ、挨拶をフルで言うとさ、なんか家族と見てるのに最初の挨拶のせいで気まずいですとかって言われるようになってきたから、ちょっと挨拶を略してみたんだけど、どっちがいい？フルの方がいい？まあでもまあ確かに、金玉やらチンチンやら言っとったらな、って冒頭でそれ流れてな、なんか大音量とかだったらちょっと気まずいよな、な。うん、まあでも気分でフルで行くときと気分で略していくときで分けていこうと思う。ランダム。怖い人は最初飛ばしてね。はい。本日私は珍しきこと山のごとしなのですが、自らうぬの手でこの部屋を掃除してやったのさ。そしたらね、見つけちゃったんだな。私の黒歴史を。それがこちら。ででん。平成20年度通知表。国立市立国立中学校ですね。キャー。さて、私金子あやは頭が良かったのか悪かったのか、上がってんのか下がってんのか、どっちかな。今日のテンションうざくない？大丈夫かな？大丈夫？そう、今夜中なの。夜中なの。はい。では早速このね、平成20年度通知表見ていこう。第3学年ですね。中3の時の通知表ですね、これは。いかがなものかと。はい。先生、のりしろすら貼ってくれてないんだけど。大丈夫これ。一等席。おーおー、はい。これ大丈夫かな？さらして大丈夫かな？いくよ、みんな。ビビるだよ。やばいだろ、これ。マジで見せれたもんじゃない。人に。みんな。私の成績が悪くても、私の成績が良くても、金子綾のことは嫌わないでください。それでは、私が中学校3年生の時の成績はこちらです。ババン。見える？綺麗だね。綺麗だね。おー、なんか一個あるね。綺麗だね。同じ数字がたくさん、同じアルファベットがたくさん並んでて、綺麗だね。やばない？これやばない？オール1の中、なんか申し訳程度に、ここに2がいるけど。やばくない？ああ、国語。1学期オール C、標定1。2学期オール C、標定1。3学期オール C、標定1。学年標定1。社会オール C& オール1。数学オール C からオール1。理科オール C からオール1。音楽1学期オール C、標定1。2学期オール C、標定2。なぜかなんか申し訳程度になんか2もらってんだよね、ここだけね。なんで？なんでなの？なんかもうここまで来たら1であってほしい。買ったんだけど、ここだけ2もらってもさ、なんかね、あやま3学期オール C オール1、美術オール C オール1、保健体育オール C オール1、技術課程オール C オール1、英語オール C オール1。でしょ、これは本当に不服。英語のオール C オール1はマジで不服。てかまずリスニング1点も落としたことないし、英語のテストとか90点台から落ちたことないかんね、なんでこれなんて思ったけど、一番仲悪かった先生が英語の先生なんだよね、多分そういうこと。うぜー。選択教科国語基礎 C、 音楽合唱 C、 音楽合唱 C。 なんだ、落ちていたいのか、落ちていたいのか。今インターネット芸人で絶賛歌ってやってるかな。音痴でも別にもいいから、もういいもんね別に。まあ英語発展 C、 社会基礎 C、 体育女子 C、 数学図形 C、 音楽ギター C。 ほど、音痴。だから言ったでしょ、頭が悪いの、これは頭が悪いの。はい、では次こちらの方を見ていきましょうかね。学校生活とかのいろいろが書いてあるやつですね。総合的な学習の時間、1学期学習活動の様子、白紙。なんで、私ね、中3の1学期、私中3の1学期学校行ってないんだわ。うん、学校行ってないから、まあ白紙だわな。うん、一切学校行かなかった、1学期。何してたっけ？あ、そう。なんかよくわかんない海外の島にお母さんに置いてけぼり食らって、なんか半年ぐらいそこの島で暮らしてたんだよね。誰も知り合いのいない、何にもそこの現地の言葉喋れない。マジ怖かったんだけど、なんか、ノリと勢いで、Yes, oh,
Oh yeah, oh yahoo, no, thank you とか、ノリと勢いとジェスチャーで乗り切ったよね、半年で。謎になんか半年後親が迎えに来た。うん、そこの時にちょうど崖の上のポニョとか、パーニョポーニョポニョ魚の子とかってめっちゃ流行っとったんよ、大橋のぞみちゃんが歌っとったやつが。でも私ポニョの時日本にいないから、知らないから、日本帰ってきてからめっちゃいじられたよね。全然知らんから、ポニョ歌ってみーとか言われてもポニョ知らんし、あのね、ルーキーズがめっちゃ流行っとって、でも、ルーキーズ、未だに1ミリも知らんからね。でも大ブームだったよ、なんかあの時。なんかめっちゃもうマジで浦島太郎って感じだった。超取り残された。うん、最悪。で、はい、2学期。はい、日本に帰ってきてますね。2学期、学習活動、自分の生き方、卒業後の進路について考える、日本の伝統文化を探る。学習活動の様子、進路選択に向け、1学期の取り組みをもとにより具体的に自分の進路について考え、進路の目標を定めた。2、京都の伝統文化について調べた。いや、1学期の取り組みをもとにって言われても、1学期何も取り組んでねえけど大丈夫かこれ。絶対クソ適当に書いたからな、この3人。しかもなんかこれ京都の伝統文化について調べたとかって言って、多分これ中3の修学旅行が京都だったんだけど、なんか私ともう一人あーちゃんっていう親友がいて、でなんか普通に京都行く日、その2学期はその親友のあーちゃんの家で暮らしてたんだけど、なんか普通に2人してなんかバッて朝起きて、なんか今日眠くねっつって、うーんってなって、なんか遅刻してこうみたいな、まあとりあえず給食ぐらいから学校行けば一緒つって、確信犯的二度寝の寝坊をしたわけよ。で普通に今起きてお昼ぐらいに学校行って、で学校行ったら誰もいないのね。でえはって二人しちゃって、なになに、ね、飲んでいないの、飲んでいないのってなったら、その日修学旅行の出発の日だったの。だから言ったでしょ、あやば頭が悪いのこれ、頭悪いのこれ。で普通に京都行けなかったよね。うん、はい。で3学期、学習活動、自分の生き方を考える、かっこゲストティーチャー、意味わかんないな。でまあ3学期、学習活動の様子、自分の進路の目標に対して必要な情報を入手して活用し、卒業後の進路を決定した。これまで学習したことを通してさらに深く自分の将来の生き方を考えた。絶対嘘だからね、こんなことをした記憶1ミリもねえから。中3の3学期なんてあれだぞ、なんかあれだったかな、普通にもう学校来ないでください、いや何もしてないよ、授業中別にドインキャだからさ、別に一言も喋らんし、誰一人誰の邪魔はしてないよ、受験生の騒いだり暴れたりもしてない。うん、ただそっとそっと眠って、そっと起きて、そっと給食を食べて、そっと学校から去るだけの生活してたはずなんだけどな。うん、絶対嘘なんだよね。しかもなんか受験のことももうめっちゃなんかほっとかれてさ、先生に、え、ちょ待って待って待って、私高校どうすればいいんすかっつったんだけど、なんか、あんたどころじゃないからみたいな対応されて、で結局なんか本当に締め切りの前日とか当日ギリギリぐらいに、なんかここだったら名前書けば入れるからっていうような高校を提示されて、まあ普通に、まあ、入試受けて、逆にそういうバカな高校だったから学年トップ首席で入学したんだよね、一応。もうバカが集まってる学校のトップだから、なんかバカのトップなんそれって、ってなんか嬉しいんか、うん、わからん。そう、しかもね、内申点あるや、内申点なんか受験に必要なやつ、内申点一点もくれなかったかな、あいつ、あのクソだわ、ほんま一番仲悪かったやつ、中1と中3の時そいつが担任だった一番仲悪かったやつ、あいつに引っかかれた傷未だに残ってっかんね、ここにお前忘れねえかんな、お前私のカーで破いたお前だよ、忘れねえかんな。はーい。でまあ生徒会役員、前期給食委員、部活動空白、後期オール空白。うん、そうだよね、まあそうなるよね。でここやばいな、これやばいな、出欠の記録。1学期授業日数72日、出席すべき日数72日、欠席日数59日、出席日数13日、遅刻7、早退0。2学期出席すべき日数79、欠席日数14。あ、めっちゃ頑張って学校行ってる。出席日数65、遅刻回数47、早退1。なんだよ、めっちゃ頑張って学校行ってるって思ったけど、死ぬほど遅刻してんじゃねえか。死ぬほど遅刻してました。すいませんでした。でも3学期、出席すべき日数49、欠席22、出席27、遅刻19、早退0。計、出席すべき日数200、欠席95、出席105、遅刻73、早退1ですね。頭が悪いの。
まあでも1学期は謎の島に飛ばされてたから仕方ないとして、2学期めっちゃ頑張って学校、あ、でもただ2学期はあーちゃんのママと約束したから学校多分頑張って行ってたか、もしくはこの遅刻の回数を見るとあのお腹減ってたから、給食だけ食べに行っとるね、これは。うん、うん、給食を食べに行っとる。うん、でも3学期はまあ普通だね。でもまあ半分以上200日出席しなきゃいけない中、95日休んでるけど105日学校行ってっから、まあ73回遅刻してるけどさ、でもちゃんと学校行ってっから、半分以上学校行ってっから偉くね。まあ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 こんなもんでしょう。あ、え、なにこれ、初めて見た。なにこれ、なんか初めて見たんだけど、学校と家庭の通信欄なんて書いてあるのこれ。もう1学期2学期もう家庭からは全部空白だけどね、誰一人家庭のやつ書いてくるね。まあ家庭にいなかったけどね。でまあ1学期2学期学校からも書いてもらってなくて、で3学期ご卒業おめでとうございます、この3年間いろいろなことを経験し変化もありました、その度周囲から学んだことを大切にして今後の生活に生かしていってほしいと思います、今後もさらなる厳しさに直面することもあると思います、自分の未来をしっかり見つめて自分を大切に歩んでいってください。クソバブって言ってごめん、あっちゃん、あっちゃんって言うんだけど、あっちゃんって言うんだけど、クソバブアって言ってごめん。なにこれ、なんか通知表の中になんか挟まってたんだけど、初めて見たんだけど、なにこれ、泣くんだけど、今後もさらなる厳しさに直面することもあると思います、自分の未来をしっかり見つけて自分を大切に歩んでいってください。あっちゃん、ありがとう、なんかすごく今胸にしみるよ、ごめんね、長生きしてありがとな、中学校まあ2年間か担任やってくれてありがとな。でもまあ内申点くれなかったことは許さねえけどな、そしてここに傷をつけたことも許さねえけどな、でもありがとな、なんか、10年越しにこのメッセージを見てなんか感動した、ありがとう。なんだこの動画ってなわけで、まあお掃除してたら発掘したんで我の通知表を晒してやったぜ。恥ずかしい、俺は頭が悪いの、でも頑張って生きてるの。じゃあてなわけでこの動画が良かったなって思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。あーすげー叩かれそう、頭悪いって言われそう、でもこれでも一応あれだからね、一応、まあ、中1まではすごい優等生だったから。はい、てなわけでまた次の動画でお会いいたしましょう、じゃあねー。